国際サッカー連盟 FIFA が21日男子の最新 FIFA ランキングを発表した。最新の FIFA ランキングではカタールワールドカップ W 杯優勝国のアルゼンチンが1位をキープ。2位がフランス、3位がフランスと上位陣には変動がなかった。一方で10位以内ではポルトガルがイタリアを抜いて8位に浮上。モロッコが13位。 コロンビアが16位と順位を上げている。なお、日本との対戦も記憶に新しいドイツは15位で変わらず、トルコは1つ下がって42位となっている。そして、9月のインターナショナルマッチウィークでも連勝を飾った日本は19位に浮上してアジア最上位をキープ。アジアではその他、イランが21位、オーストラリアを抜いた韓国が26位と続いている。FIFA ランキングトップ10。 9月21日更新。1位、アルゼンチン2位、フランス3位、ブラジル4位、イングランド5位、ベルギー6位、クロアチア7位、オランダ8位、ポルトガルアップ、前回9位、9位、イタリアダウン、前回8位、10位、スペイン。